u t 百5 7 9便着陸失敗事故は2018年9月1日に発生した航空事故。ブヌーコボ国際空港発、ソチ国際空港行きだった u t 百5 7 9便がソチ国際空港への着陸時にオーバーランし火災が発生した。乗員乗客18人が負傷した。二千十七年に撮影された事故機七十九便は モスクワ発ソチ港の国内線で、現地時間0時32分に、モスクワのブヌーコボ国際空港を離陸した。約2時間後、579便は、ソチ国際空港の滑走路06へ着陸侵入を開始したが、付近は雷雨が降っていた。2時44分、ウィンドシア警報が作動したがパイロットはこれを無視して、侵入を継続した。 2時45分、高度30メートルで、機長は着陸復興を開始した。4分後、機長は再び滑走路06への侵入を開始した。2度目の侵入は、通常よりも高度が高く、速度が速かった。2時53分、管制官は、先行機が着陸復興したことをパイロットに伝えた。これに対して、副装重視は600メートルで、 フライドスロープを捉えたと報告したが、実際には600メートルに到達していなかった。滑走路から6100メートル地点を高度1050フィートで通過中、ウィンドシア警報が作動したが、パイロットは着陸侵入を継続した。高度470フィートで再びウィンドシア警報が作動したが、パイロットは再び無視して、降下を続けた。高度75フィートで、機長は、 自動操縦とオートスロットルを解除した。この直前に機体はウィンドシアの中心に突入しており、速度が増加した。オートスロットルは出力を下げようとしたが、機長がオートスロットルを解除したため出力は十分に下がらなかった。579便は滑走道端を160ノットの速度で通過し、1285メートル地点に設置した。 副操縦士は逆水力装置を作動させるよう言ったが、機体が滑走路をオーバーランするまで逆水力装置は作動されなかった。着陸から26秒後の2時57分54秒、579便は滑走路をオーバーランした。機体は外周フェンスに衝突し、空港近くの川岸で停止した。事故により18人が怪我を負った。また、 火災が発生したが8分ほどで沈下した。ロシアの運輸大臣は空港職員1名が心臓発作により死亡したと発表した。国家間航空委員会が調査を開始した。事故の2日後、フライトデータレコーダーが回収されデータの取り出しを開始した。また、事故機の製造国であるアメリカの国家運輸安全委員会が調査に協力すると発表した。 マックは2018年11月6日に予備報告書を発行した。2019年12月12日、マックは最終報告書を公表した。事故原因として機体が低高度でウィンドシアに遭遇したことと、それによって作動したウィンドシア警報をパイロットが無視したことが挙げられた。また、標準的な手順を遵守しなかったこと、自動操縦の使用が不適切だったこと、 クルーリソースマネジメントの訓練が不十分だったこと、逆水力装置の展開が遅れたことが要因として挙げられた。ありがとうございます。